は今まで黙ってたんだが、ガーデニングが趣味でね。そう、食人植物を育てるのが趣味でね。やっていきましょう。俺はダンジョンを一つ営んでいる辺境の魔。最近ダンジョンに自称勇者という雑魚たちが多すぎて辛い。罠を張るってことが、ダンジョンも飾って気持ちを入れ替えるために、伴侶植物を一つ育てようと思うんだ。あれかな、観賞用で育てたらそれがひどいのだったのかな。羊のやつに市場で一つ買ってこいと言っておかないとな。ご主人様、おっしゃっていた植木鉢を市場から買ってきました。ゲゲゲ。この種子は珍しく肉食だそうです。キャキャキャ。やってくるめんどくさいやつらを餌にすればよいかと。キャキャキャ。おお、それはコスパいいね。キャキャキャはやめろって。キャキャキャはい、かしこまりました。キャキャキャ疑問形にすればいいってわけじゃないぞ。あちゃ、バシバシバシ叩かれた。ログインボーナスもらった。植木鉢にこの水をやってください。水や餌をあげるとここの経験値が上がりますぜ。お、水をやり続けたら幹が育って肉食には全く見えないが、水をもっとあげてみよう。モアモア、レベルアップ、幹アンロック。動いてる、うにょうにょ。こんなに水与えちゃっていいのかな。つぼみができた。 AV 女優かな。花が咲くのか。いや、頭が生えたぞ。やったー。ここのスライムをアンロックして餌をあげてみたらいかがでしょう。お腹すいた。コインを使ってアンロック。ニュ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 主張がひどい。スライムを餌にあげてみよう。スライムは食べるかな。この植物は目がないため直接餌の位置を教えないといけないそうです。へえ、タップしないとってことかな。スライムをタッチしてみてください。はい。死ぬ。食え。食べも。しっかりと触らないとか。よし、お金を排出した食べたら、はい、スライムだよ。逃げるなスライム。よしよし、レベル5になれば次のがアンロック。ここで餌の種類と情報を確認できますぜ。スライム位置確認。何これ、たくさん食わせないと。黒魔術、まだわからないやつか。レベル5からもう人が、おお、悪魔的なやつや、すごい屈強な戦士とかもいる。なんだこれ、神とかもいるのかな。ガオ。こっちは植物。幹。レベル4からしよう。各パーツがレベルアップするのかな。とりあえず食わせて。よし。クソデカレベルアップくん。能力のアップグレード。チャリーン。幹。頭の移動速度が速くなる。おお。頭のレベルをアップすると一度により多くの餌を食うことができる。まだ先はわからないね。手とかもあるハサミとかかな。どんどん出して、お、に、いいと。一度に2匹以上の餌を与えると、おお、何これ、今日の値。はい、惜しい。2個一気に、あー、行きたかった。よし、行った。フードファイターミッションを遂行すると追加コインが。スライム10個食べるミッションか。今から10個ってことかい。こんにちは覚えた。わわお、お、 74% 近くに寄って、まだ行け。まずい。うまいこと2個一気に。よし、ダンスタイム。おお、金がいっぱい、嬉しい。フィーバー。なるほど、他レベルアップできるものあるかな。これ今1000コインぐらいあるけど、これどんどん使っちゃった方がいいかな。
なんか窓の外に今飛んでたね、何かが。ダンスタイム？ダンスタイムが発動されると、植物が狂ったようにコインを吐きます。嬉しいね。で、とりあえずレベルが次は？お、もういけんのか。ゴブリン、アンロック。ここはどこ？届かないな。で、さっきのゴブリン20食べる。お、これも挑戦しとこう。今、経験値2倍キャンペーン？で、レベル10ぐらいには取得コインが足りません。ああ使い切っちゃった結局。あ、早っ、だいぶ早くなったね。これでどんどん出して、えい、4イートやったー。タイマーが尽きると魔界本社で税金として捉えてく。なんてこった。いけ、怖い、キャキャ、流行ってんのそのキャキャ。結構逃げますね。で、ニュー、新しく、これですね、ゴブリンが解放されたと。かわいい声を持った。これ、お金ってちゃんと触って回収しないと消えちゃうのかな。で、こうやって、むしゃむしゃしつつ、よし、グーッと。どんどんレベルアップさせたいな、早く。届かない。よし、3位と。よし、もう少しでまたフィーバーできる。やったー、なんかダイヤみたいなのが手に入ったぞ。フィーバータイムだとさ、周りの食われるモンスターたちもさ、喜んでるのがね。お、頭がでっかくなった。ご主人様、毎回直接餌をあげると疲れるでしょうから、これを使ってみたら。オート、へえ。広告を視聴してオート、うんこを受け取りますか。これはアイテム製なのかな。お、農夫、なるほど。オートで餌を画面上に出してくれるとこね。食わせるのは俺と。うわー、やめてくれーと。いやーいやーだ、あれだね、ヒロシだね、恐怖の館だっけ。いやー、あーいって戻ってくる。なんかネタ動画もあったな。こうやって、お、ミッションも達成していくと、一度には受けられないのがちょっと惜しいな。しかしすぐに、えい、なんて言った。ジャービチ落ちよ、クレイジークレイジー、道に迷ったの。美味しいです。こうやってどんどんレベルアップはしていこう。頭を大きくして一度に食えると便利だよね。やっぱ食べるのはゆっくりすぎるな。暴走の黒魔術をかけるともっと早く食べるんじゃないのか。へえ、お、これで黒魔術が暴走、一定時間植物を怒らせて能力を引き上げる。これ使えるのか、暴走魔法の。これはまだ使えない？お、使えた。早くなったのか？え、本。食べ物。レベル15になったら次の黒魔術が使えるようになるのか。赤いところに来ると、スライムの色が変わって見れるな。レベルアップ。よし、これでゴブリンも達成。次のはスケルトン。あー、お金がまだ足りない。コイン購入、まだダメダメ、買わない。これでよし、スケルトン、ニュー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 、主張が激しいよ。黒魔術のアップグレード、今経験値2倍中か。今のうちにどんどん稼いでおきたいね。こいつずっと死にそうになってるぞ。ノーフノーフ。お、金拾うのがめんどくさいな。
他の世界で魂を売ったやつがいるはずだが、そいつらにコイン拾いをさせてみようかな。ペット、これは書店ん？ペット、ゲーム開発者、会社員、作者かい？ペット、これリアルマネーか。なんかペット配置、お、あ、これ別か。レッドドラゴンの子、イベントペット購入、ここら辺がさっきのお金か。別世界で契約して連れてきた。お金のある我々の世界ってことだな。どれにしようかな。じゃあスケルトンにしよう。またフィーバータイム発動しそう。お金を勝手に拾ってくれるのはありがたいね。死んだ人間を蘇らせ続けると、ん？変なベタベタの草らが生えてきたぞ。あれで餌を捕まえるのか。まあ怖いよ、見えないよ君のせいで。よかする、あ、後で後で。ベタベタそう、敵を捕まえておく。へえ。捕まえておいてくれたら一度にむしゃーってコンボを取るのが楽になる。お、7糸。レベルアップ、流れの傭兵アンロック可能。よし、600溜まったんで流れの傭兵アンロック。新しいやつが来るとテンション上がるね。多分稼ぎも良くなるでしょう。おお、社長、お久しぶりです。ダンジョンはうまくいってますか？税金徴収員が来ちゃった。どれどれ？金を数える。ペラ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 。はいはい。金額は確かですね。ひひ。ではでは、お元気で。くそー。1111を教える胸癖。シャレかな？図書館で目をつけてあげる魔法。ほう。黒魔術。おお、目がついたー。怖えー。これで勝手に食ってくれる。楽だー。黒魔術ダブルでもいけるね。むしゃー、むしゃ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 ー。新しいゾンビがアンロック。これでようやく半分か。こっからはだんだんポイント食べるの大変になってくるな。ただ新しい機能も解放されてどんどん幅は広がってくると思うんで、とりあえず今回の育成はこれぐらいで終わりにしておきます。それではまた次回。